アイラ総研からね、面白いレポートが出てるんですよ。チャイナ経済に関してね。こんな風に言ってます。サマリーがありましたね。2024年7月25日、中国国家発展改革委員会と財政部は、大規模設備更新と消費財買い替えへの支援強化に関する若干の措置を発表したということで、どうもですね、チャイナがですね、5% のね、GDP 目標を達成するために、補足なんですね、景気刺激策をやろうとしているということらしいんです。若干の措置っていうのをやるらしいです。これ何かというとね、不動産不況が続き足元の景気は減速していると。年間の目標である 5% の達成を死守すべく、内需テコ入れ策が発表された格好だというふうにね、言ってますね。今回の政策はですね、主に2つありましてね、発表から1ヶ月強の8月末までにですね、資金配分を終えてですね、12月末まで資金を使い切るというふうにされたということですね。ちゃんと金使えよと。それから二つ目がですね、家電の買い替え補助金などは、中央 90%、地方 10% と原則で負担するとされた。これらがまあ特徴的で、速効性とですね、実効性が重視されていると。家電についてはですね、今年の5月に地方政府による補助金政策の発表が相次いだが、補助金は価格の 10% が上限とされており、今回の7月の中央政府主導の補助金は、金額の 15% から 20% なんで、よりパワーアップされていると。わずか2ヶ月の間に政策を強化しなければならないほど景気の減速感が強まっているのであろうということでね、こういうことやらなきゃいけないっていうことはよほど景気が悪いんじゃないかみたいなね話になっちゃうよと。さらにですね、設備の更新にせよ補助金支給による船舶自動車、家電の買い替えにせよ需要の先食いが懸念されると。2024年の政府目標は達成できても来年以降に付けを払うことには注意が必要だと。もともとこの大和総研はですね、4月19日の段階でね、中国の経済見通し 5% 成長目標の達成に起信号ということで、やっぱね消費が減速してるの無理なんじゃねえかみたいにね言ってたんですけど、果たしてこの姑息なですね若干の措置でもうみんなうえーっつってね家電買い替えるのかどうかね。ただ日本もねレベルの時そうだったんですけど、補助金出るからつってやってもさ、補助金終わったら終わっちゃうのよね。まさにご指摘の通りですね、需要の先食いになってしまってですね、ここで上がった分だけ来年落ち込んで結局プラマイゼロみたいなねこともありえますので、やっぱねチーフエコノミスト習近平様ね、小学生みたいなピュアな心と頭脳を持ってると言われてるので、本当頭いいですねすごいことを考えるなというふうに思いました。そんな中ですね、フォーブズにね結構興味深い記事が出たんですよね。この記事曰くね、これはねミルトン・エザリティさんという方かながですね書いてるんですけれども、繰り返される中国の挫折パターン、各経済指標が景気後退を示唆ということでですね要はなんていうんですかね、日本化みたいなね失礼な言い方もありますけど、日本は経済失勢やりましたからね、日本みたいな経済失勢をねやってるんじゃねえかと指摘がされてるわけです。経済の失敗パターンは退屈なほど繰り返されている、ホラー映画の続編のようにと、飽き飽きした公式はもう何年も繰り返されていると。中国経済は低迷の兆しを、見せていると。それに対して政府は問題を無視するか、不適切なあるいは思いつきの政策を打ち出し問題を改善することができなかったと。そして経済はそれからさらに弱さの兆候を見せたことで、別のしかしやはり効果のない改善策が考え出される。もう中国経済は軟化し続けた。このパターンが崩れることはなく、中国の貧しい賃金労働者や企業の痛みを救うことはないように思われ始めていると。最新のニュースもこのパターンが続くことを裏付けていると。春から初夏にかけて盛大な会議を実施してですね、やったんですけど、発表されたのは政治スローガンばっかりですよね。景気刺激策って出たのもさ、今回のやつでしょ。今回もちょっと弱い策があって、その弱い策で効果なかったんでちょっと強めましたと。補助率 10% をなんと 15% から 20% ってあんまり大したことないですよね。そもそもなんで家電の買い替えがそんなに進まないのか、どうして人々が現金を支出するようになっているのか、どうしてこんなにデフレ期待が高まっているのかってことを根本的なことをもうちょっと考えるべきなんですけれども、そこにまあ言ってなくてですね、突き上げ場の政策ばっかりやってると、残念ながら同じパターンが繰り返されていると。これはね、日本がまさにねバブル崩壊の後ね90年代ね、そして、下手すると、第二次安倍政権が始まる直前までね、民主党政権の時までやってたことかなと。日本の失敗に学んでね、それを避けるための秘策を編み出したはずのチャイナなんですけれども、まさにですね、日本と同じようなこと。しかももっと悪いですよね。日本はほら、いい意味でも悪い意味でも、民主主義国家ですので、あんまり下手なことやるとやっぱ徹底できないんですよ。でもチャイナって独裁国家だからさ、下手なことでも徹底しちゃったりするじゃん。
要は習近平がメンツにかけてやっちゃったりとかするとおかしなことになるんですよね。その典型的な例がですね、塾業界潰したりとかね、ゲーム業界潰したりとかね、ああいうやつね、あとアイドル潰してみたりとか、ああいうこう新しい産業を業界ごとぶっ潰すみたいなことやって、結果的にはですね、例えばですよ、日本なんてバブル崩壊以降ね、塾業界割とは新卒の大学生吸収してたんですよ、日本もね。僕もその時期塾業界いましたから分かりますけど、ね、結構な学歴の方が来ましたよ。私もたくさん面接しましたけどね。だからそうなんですよ、そういうもんなんですけど、業界丸ごとですね、なんかこんなものはいらないみたいなね、斉藤光平さんみたいなこと言ってですね潰しちゃうわけですよ。そういうことすると、やっぱその付けね、それも払うことになると。今回のですね、家電の買い替えキャンペーンとかも同じですよね。需要先食いしてるだけじゃんとかね、それから塾業界潰したのも、結局若者が勤める場所なくなっちゃうじゃんってことですよね。それで何ですか、受験競争じゃ多少ね緩和したかっていうと、多分全然緩和してないと思うんですよ。だって今でも就職ものすごい悪いですからね。よほど優秀じゃないと就職できないってことになったら、受験競争はむしろ激しくなっちゃいますよね。まあでも一流大出てもね、就職できないってことで本当に悲惨なんですけれども、ということで挫折パターンがですね繰り返されてると、何やってもですね消費を、刺激することはできずですね、要は根本的なそのデフレ期待を生じさせるね、不良債権問題というものは解決しないので、その先に進めないと。どっちかっていうと、だからこれを構造問題って言っていいのかな、共産党がいるからこそ解決しないっていう点では構造問題なんですけど、そこはちょっと間違ってるのかなと。日本は構造問題じゃなかったんですよね。構造問題というよりも金融政策の問題だったんですけど、チャイナは構造問題ですかね。適切な政策が打てない政治構造になっていると、一党独裁になっているという点では構造問題なのかもしれないと。その問題のですね、チャイナのですね、不動産市場なんですけれども、チャイナのメディアのね、記者がですね、野村のね、エコノミストの陸亭さんという方のね、深圳で開かれたその経済フォーラムでの発言を引用してですね、こんな記事を書いてるんですね、チャイナのメディアがね。中国の不動産市場、負の三重スパイラルの呪縛、かつての不況とは異質、エコノミストが直言というね、こういう記事なんですよ。これ、財新というね、チャイナのメディアに出たのはですね、日本の東洋経済オンラインが転載してるんですね。だから、おそらくチャイナの人もこれ読んでると思うんですけれども、野村グループの中国担当、首席エコノミストを務める陸亭氏がですね、7月27日の広東省深圳で開催された経済フォーラムで、見解を示したらしいんですね。陸亭氏曰くですね、中国の不動産市場の現状は惨憺たるものだと。国家統計局のデータによれば、2024年上半期1月から6月の中国全土の新築住宅販売面積は4億7900万平方メートルと、前年同月比マイナス 19% でしたと。さらに販売額もですね、マイナス 25% と、面積よりも販売額の方がね、もっと減ってると。これは単位当たりの住宅価格の下落も反映しているということでですね、まさに負のスパイラルという状態でね、リクテイさんはこの状況をですね、こんなふうに言ってると。これらのデータは、今回の不動産不況のパターンが、かつての不況とは全く異なることを物語っている。中国の不動産業界は、目下、3つのスパイラルに同時に直面しているということなんですね。じゃあその3つって何なのかというとですね、まず1つ目はですね、住宅の価格と販売量の間で生じているスパイラルと、負のスパイラルなんだそうです。いわくですね、過去3年間中国の多くの都市で住宅価格が下落したにもかかわらず、それが消費者の住宅購入の意欲の高まりにつながっていないと。むしろ値下がりがさらなる値下がりを呼ぶ悪循環に陥っていると。そうですよね。だって貯金の代わりに買ってさ、値上がりするから持ってたわけでしょ。値上がりしないってことになったら貯金の代わりには買えないじゃん。そういう、だから貯金としての需要ね、住宅が貯金としての需要で支えられてたっていう、そういうこうちょっと特殊な面がね、チャイナの場合あるんですよね。日本でもそうでしたよ。バブルの時ね、本当に土地転がしでみたいな、やってましたからね。だけど、下がるから買わない。買わないからもっと下がるみたいな、そういうのがね、あったんです。それを、まさに日本もですね、チャイナと同じような、付け焼き場がね、刺激策やって、ゆとりローンとかやってね、これ後々まあ大問題を起こすんですけれども、そういう感じですよね。根本問題、やっぱ不良債権問題解決しないとか、日本もね、不良債権問題解決したのは2003年からですから。2003年以降住宅買った人はよかったんじゃない。私はね、98年に住宅買っちゃったんで、ひでえ目にあったんですけど、結局同じことに今なってるなと。チャイナだから98年ぐらい。日本で言うと、90年代みたいなことになってると。販売量と価格の間で生じてるスパイラルね。価格の低下が、さらなる、価格の低下。値下がりが値下がりを呼ぶっていうのは、これが一つ目の負のスパイラルと。二つ目はですね、歩行棒。保険の方にですね、交差点の方に、棒はあれですね、草っていう字ですね。歩行棒っていうのはですね、不動産デベロッパーが消費者に予約販売した住宅物件の完成引き渡しを確実に履行させることを意味するんですけれども、この歩行棒の過程でですね、負のスパイラルが生じていると。
これは何かというとですね、資金繰りが悪化しているデベロッパーに歩行棒の徹底を求める圧力は地方都市に集中していると。大都市ではそれほど問題はなかったと。ところが今ではですね、新築住宅の品質低下の問題が大都市にも波及していると。要は、とにかく作って引き渡ししないとですね、当局の検査が怖いみたいな感じでね、手抜き工事みたいなことでしょ。要はその納期急いでね、リソースは限られてるのに納期はあると。いつまでやんなきゃいけないってことになったら、それはまあ手抜き工事になりますよね。その結構お金出してもね、こんなひどい出来なのみたいな感じで、それがですね、またね、ちょっとその消費者の疑心暗鬼を生んで、購入欲に不影響を与えていると。三つ目のスパイラルがですね、住宅販売の縮小がさらなる縮小に連鎖する悪循環と。これはね、ちょっとデベロッパー側の事情なんですけれども、売れないので、金入ってこないでしょ。だから新しく仕入れらんないんですよ、土地とかを。なんで作れないということで、供給側がですね、住宅販売縮小して、売上縮小して、お金がないので仕入れが減って、仕入れが減るからまた住宅の供給が縮小してっていう、こう負のスパイラルに入っていると。ということで、すごいですね。値下がりが値下がりを呼ぶスパイラル。それから歩行棒ね。確実に予約販売したものを引き渡してくださいということで生じる。手抜き工事ね。手抜き工事によるこの消費者不信と、さらにですね、まあ、仕入れの問題ですよ。資金繰りと仕入れの問題ですよね。デベロッパー側の需要で、どんどん供給が細っていくと。この3つがですね、今、チャイナをね、襲っているんだと。このリクテイさんというね、野村のエコノミストは言っています。リクテイ氏はですね、このようにコメントします。今回の不況が始まる前は、不動産市場は中国の GDP の4分の1を生み出し、ピーク時には地方財政の4割近くをもたらしていた。当時中国国民の総資産を占める不動産の割合は7割に近づいていたと。不動産の負の30スパイラルが中国経済に与える打撃の深刻さを、そういう形でね、指摘したということです。いや、これはやっぱ厳しいですよね。この3つのスパイラル直すだけでもですね、並々ならぬ努力が必要かなと思うんですけれども、もうそのね、悪いね、このまあ、なんていうんですか、景気に対するその先行き不透明感はですね、やっぱ消費にね、結局最初に戻るんですけど、ぐるっと回って消費を悪化させているということで、ブルームバーグにね、昨日ね、こんな記事出てました。バイドゥの売り上げが失速と、AI の収益化に苦戦、中国経済減速の中でということで、チャイナのね、Google みたいなもんですよ、バイドゥね。これがですね、第二四半期の売り上げがですね、小幅に減少と。中国経済減速の中ですね、広告検索から AI への移行の難しさが示されたと。今回の売上の下振れによって、生成 AI でのリードの意味のある売上高につながるという同社の課題が浮き彫りになったと。アーニーとかいうですね、大規模言語モデルをですね、なんかやってるらしいんですけれども、なんかアリババとかですね、テンセントとかのね、もう価格競争になっててね、さらにコロナ禍後のですね、チャイナ経済全体のね、回復の低迷からですね、最大級の打撃を受けている広告への依存を十分に減らすには、ちょっと時間かかるんじゃないかと。AI ちょっと不発だったんじゃないと。要は、広告打ってもですね、物買わねえと。物買わねえから収益上がんねえと。その、バイドゥの AI がね、ダメなのかどうか知りませんけど、それ以上にですね、チャイナ経済全体のね、地合いが悪いということがやっぱ問題なのかなと。人民の間にこう根強くね、こびりついたこのデフレ期待、払拭するためにはね、やっぱり一党独裁やめてね、民主化して、どんな人が関わってる案件でも不良債権は不良債権っていうことね、ちゃんと竹中平蔵さんみたいにね、もうビシッとルールに基づいて処理するしかないんじゃないかなと、いうふうに思いました。今日の内容面白い、興味深いと思った方はぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。